私は今杉並区の真ん中を流れる善福寺川に来ています。今回調査するのは奥前橋という古風で珍しい名前の橋なんです。どうしてこんな名前がついたのか調査してみましょう。後ろにある奥前橋の由来ってご存知ですか？いやよくわかんないですね、私の方は。奥前橋という橋をご存知ですか？名前は知ってます。どんな由来があると思いますか？やはりここは大宮八幡様にの裏の手の方で、そこあそこからお米かなんか運んだのかなと思って奥前橋、一体どんな由来なんでしょうか？この地域に昔から住んでいる方にお話を伺ってみましょう。松島さん、今日はよろしくお願いします。はいはい。この奥前橋がどうしてこういう名前なのかなと気になったんですが、由来というのはどんな？で、漢字を見るとお米ですよ、うん、で備える、だからその通りお米を備える時に、まあ、渡る橋っていうか、そういう意味の橋でね。ただその橋の由来というのはもうずっと遡るんですよ、うん、もうだいたいね、3世紀から6世紀くらい、そんなに昔昔、いわゆる古代の、 人が住んでいた頃に遡らないとわからないでしょうね、うん、今から1800年も前の昔、善福寺川沿いには広い範囲で同じ部族の人々が生活をしていたのではないかと松島さんは話します。善福寺川を挟んで北側を松の木台地で、向こう側を大宮台地、まあ通称言ってたんですよ。で、おそらくこの松の木台地から大宮もかけて、それから中野まで、おそらく同族だったろう。で、その同族の、いわゆる族長が松の木に住んでいたんだろうという。じゃあ遺跡から遡ってみると、その族長の方にお米を備えに行っていたんじゃないかということ。族長の霊、霊お墓、はあ、お墓、はあ、これが一番発端がね、高千穂、今大学ですか、でそれを作る時に複数の古墳が出てきた、うん、で多分で他にどうもね、あそこ一帯がね、生活の神がないという、いわゆる人は住んでなかったな、だからいわゆる聖域だったろうなっていうんだ、大宮大地っていうのは、うん、だから多分向こうの大地には、そういったものの、お墓があるんじゃないかと、うん、昭和44年、善福寺川の南側で弥生時代末期のものと思われるお墓が発見されました。これは都内初の方形周公墓として有名です。そして対岸には古代の人たちが住んでいた住居が発掘されていて、現在は松の木遺跡として当時の生活様式を展示しています。このことから当時の人たちは川を挟んだ北と南で住居と祭りごとの場を分けていたのだと考えられます。多分お墓はこちらのいわゆる族長のお墓ですね、うん、それをまあ霊を慰めるためと敬うために、まあ定期的に行ってたんじゃないですかね、うん、月に1回とか、あるいは毎日行く人もいるだろうけど、定期的に行ってお供え物をする、でお供え物をする時に使った橋が橋であろう。ちょっと狭いでしょ、幅が短くて、ね、八幡橋は広いけど、うん、狭いでしょ、昔からそうなんです、うん、狭い、一人二人がこうやって通れるくらいの橋でね、うん、昔はおそらく丸木橋でしょうね、丸太をこう組み合わせたような、うん、ああいうこう粗末な橋だったろう。だから普段は通行しないで儀式の時に使ったんじゃないか。奥前橋は儀式のために作られた橋であって、皆さん自然と奥前橋って呼ぶようになったんですかね。まあそう想像するのが一番妥当じゃないかな、うん、
ていうんですよね。奥前橋という名前は昔の人たちがご先祖様にお米をお供えしに行ったことが由来だったんですね。今日伺ったお話は諸説あるうちの一説だそうですが、私が想像していたよりもずっとずっと歴史のあるお話だということが分かりました。さてこのコーナーでは身近な疑問を皆さんから募集しています。それでは次回の杉並なんでも知っておきたいもお楽しみに。